こんにちは、ほのぼの一筆が中尾月香と申します。セミと朝顔4種類本日は描きます。使う絵の具はいつも通り顔彩と、そして桜マット水彩の白とピンクを今回はプラスして使います。はい、では、セミから描きますが、セミはやはりね、木に止まっているっていうイメージがあると思いますので、初心者様でもすぐに取得できるかと思います。あっさりと割と白黒で仕上げていきます。はい、少しアップにしますね。上からでも下から上でもどちらでも OK です。はい、スーッと伸ばしたらここでちょっと一服して引っ掛けながら、わざとね、このように引っ掛けながら入れると木らしくなります。はい、そして黒で、枝をちょこちょこっとこう入れて、ね、まあ、あんまりたくさん入れるとね暑苦しくなるので、少し葉っぱを描くところっていうイメージで、で木のこういうところどころをちょっと黒で、ポチポチとこう入れていただくと雰囲気出ます。はい、そしたら黒そのままお目目を入れて、で3本チャーチャーチャッとこう入れたら、逆三の三角形小さめに入れて、はい、そして白で羽を描いていきます。もちろんブラウンとかでもね構わないんですが、今回白でね描きます。まあ、セミってね、あの木に産みつけられた卵からセミの一生がスタートするらしいですね。で卵から帰った幼虫が木から落ちて、まあ、木にね産みつけられてますからね、木から落ちて土の中へさらに潜って、土の中で3年からなんか16、7年って言われてましたが過ごして、でやっと地面に出てくるらしいんですが、で木に登って羽化して、それから成虫になり、セミになってからはもうご存知のように本当に短い命ですよね。まあ、昔1週間とかって聞きましたが、まあ、本来3週間から1ヶ月ぐらい、一生終えるらしいんですが、それでも短い人生ですよね。あ、人生ってセミの一生ですよね。はい、今ね木のところにこういう葉っぱを描いておりますが、楓でもよし柳風でもよしっていう感じでね、はい、まあ、一生懸命朝から元気に咲いてくれてます、ね、ありがとうっていう感じね。また来年も、はい、セミさんに会えること楽しみです。はい、こんな感じに出来上がりました。続いて朝顔に参りましょう。朝顔この4種類描きますが、とてもね初心者様用としてご用意しましたので、簡単、とても簡単です。花言葉は、明日も爽やかにとか、愛情の絆っていうのもあります。次から次と一日毎日花を咲かしてくれますのでね、元気な花です、これもね。はい、ではまず最も簡単、そして2番目3番目っていう風に書いていきます。ブルーで描きますが、ピンクでも紫でも皆様のお好きな色でどうぞ。はい、崩したような円ですね。こんな感じで描いたら真ん中に黄色を入れます。ちょん、そしたらグリーンで額に行きましょう。はい、少しね、そうですね、1センチ弱離して、花からね、離していただくと雰囲気出ますわよ。で、葉っぱね、難しいって思うじゃない？でも今日4つ描く間にね、いやでも覚えられるかと思います。で、このつる、ちょっとあえて太くします。
というのはね、うちの生徒もね、このつるがね太くなっちゃうなっちゃうって細く描けないって言ってますが、別に OK です、太くなってもね。はい、続いて五仏前とかお供え用とかね、そういった時に、活躍する朝顔のイメージを描いていきます。朝顔は7月から10月ぐらいまで、元気に咲いておりますので、十分お盆お彼岸いけます。でもちろん、そういった悲しみとかごとじゃなくても、白黒の世界好きな方は、普通におはがきに書いて送られるのもいいかと思いますよ。私はのし紙とか掛け紙、金風紙とかに本当によく書きます。今ね、額を描いておりますが、グリーンと違ってグレー、白と黒でね、するとお供え五仏前、いいでしょう。はい、葉っぱもね、このように先ほどと一緒です。はい、そしたらあとつるを同じ絵の具でシューシューと描いていってください。朝顔ね、本当にもう咲いてますので、息の長いお花ってありがたいです。はい、続いて支柱からブラウンでね、支柱を描いていきますが、この支柱はまっすぐスーッと上に上がるもよし、で、まあ私ちょっとこういうふうに一服しながら太めの支柱を描いておりますが、これ細くってもいいですよ。はい、そしたらやはり簡単に朝顔の花、丸をねブルーで描きます。これもどこにね、このつかず離れずのあたりに描く方が後が楽です。支柱からね、つかず離れずです。はい、つぼみも入れて、はい、そして真ん中にやはり黄色をちょんちょんとこう入れたら、あと同じようにグリーンで額を描いて仕上げていきます。はい、そして葉っぱも、それぞれの花の近くにね、これが慣れてくるとバーンとこの支柱から離して描くとまた雰囲気が出てきますが、今日はね、初心者様用で、気軽に楽しんでいただけるようにしております。はい、そしたらグリーン少し濃いめの色をとって、このつるを絡めていきます。はい、そうするとね、より朝顔の雰囲気が出てきますので、夏っていう感じがね、とても出ます。初中見舞いにいかがでしょうか。はい、ではラストに、これやや中級者向けですが、この1個目2個目3個目描かれた方はもうこれ気楽に描けれるかと思いますよ。筆を寝かして、とりあえず、横向きにしてぐーっとぼかしを入れていきます。はい、そしてつぼみもこのようにしたら、はい、先にじゃあグリーンで額に行きましょう。この辺りも全く同じです。花びらがね、少しこのぼかしが難しいかなっていうぐらいで、あとはね同じですのでね、朝顔ね、本当いろんな色最近見かけます。はい、今ピンクでね、こういうとこちょっと手抜きをしないように、その花の色で、少し花の延長状をプラスして今線を入れました、ね。はい、そして黄色で花芯を描いて、で葉っぱの方に参りましょう。もうこの時点ではもうみんな簡単にね、葉っぱが描けるようになっているかと思います。よくね、ブドウとか朝顔、そして青池の葉っぱのね違いを求められたり
しますけれども、似てるようでね違いますもんね。はい、そしたら白ペンでね、鼻の、このラインのところを入れたら、はい、もうこれで4つの朝顔、簡単からやや中級向けまで出来上がりました。はい、セミと朝顔とね、たくさん描きましたけれど、お疲れではございませんでしたか、ね、はい、まあ元気よく咲いてくれて、泣いているセミ、そして元気よく咲く朝顔、どちらも夏の風物、初夏からそして盛夏、そして晩夏まで楽しめます。はい、今日は、左横にねちょっとね上にカエルのお着物を飾りました。本日もありがとうございます。